皆さんこんばんは。こんばんは。ゆこのメイドの宮城です。です。ということで、本日の動画はですね、ユニバガチ勢と一緒に朝一ムーブをかます。ちょっと甘噛みか。ちょっと甘噛み、ね。ちょっとな、口が浅いから回らなかったな。本日はもうね、朝一スーパーニンテンドーワールド、まあ、XR ライドとスーパーニンテンドーワールドを絶対体験したいっていう人向けの動画でございます。はい。俺らやったらいつもねこれぐらいの時間に行きますよっていうところから始めさせていただければと思います。メイドの土産。はい、ということで、まあここねホテルなんですけど、自宅とか行き先の車とか電車の中でやってほしい作業が、前から言ってる通り一つあります。それはですね、公式アプリにその日使う入場券の QR コードを読み込んでおくということですね。前のね初心者さん動画出してから、ずっとコメントでいただいてて、これ解決したかったというか、ようやくね動画で残せるなっていう感じなんですけど、これまだ俺らねホテルにいるんでユニバに入ってない状態なんですが、入ってない状態だとこんな感じ。本券は使用できません。有効なスタジオパス、年間パスを登録してくださいっていうのはね、これ俺らでも出ます。なのでこれで出ても何かイレギュラーがない限り、おそらくいけてるんじゃないかなと思っていただいて大丈夫です。これはゲートの、ピッてするとこを通るとようやく有効に変わりますのでっていうイメージでございます。本日はそちらもねしっかりと映像に残させていただければと思います。はい、最後までご覧ください。はい、はい、現在7時ちょうどでございます。結構朝一、まあ成功気味に動きたいって時は公式オープンの時間のね1時間半から2時間ぐらい前には絶対に着くようにしてます。行ってみましょう。オープン何時？オープンは9時です。オープンは9時なんで2時間前の7時に来てみました。はい、ピーするね前のところまで来ました。で僕たちはねいつもこう見た時に左の入り口と右の入り口があるんですけど、あいつ手振ってますね。比較的右の方が空いてることが多いので一度右をチェックしてみてください。僕たちはいつも右側に行きます。朝一進撃行く時は100円玉を用意します。極力荷物少ない状態で行ってるんで、ほんまにトートバッグとボディバッグ1個ずつぐらいしか持ってないんで、これぐらいだったらもう2枚ぐらいで大丈夫です。そうそう、ほんでねもう進撃朝一行くって決まってるんで、もうこの時点で被り物取っといてください。やりました。どうせロッカー入れるんでね。さっき言ったね本件は使用できませんっていう件なんですけど、ここの機械にピッて通すと使用できるようになりますという感じでございます。アーリーパークインとは USJ と提携している JTB という会社が提供する権利でございまして、 JTB の旅行代理店を使った人だけが少しだけ早めに入場できる特別な権利付きのプランでございます。なので、まあ、持ってない人はそんなに変わらないんで、まあ、気になさらずにっていう感じでございます。一番ねよく見るのはカンカン、モンスターとかレッドブルとか持って入ろうとする人が結構いらっしゃるんですけど、カンカンはもう完全 NG でございますので、はい、覚えておいていただければと思います。ここでユニバのチケットを機械にピッてするのですぐにかざせるように用意しておいてください。
でここでね用意してた100円を使いますと。ここで誰も100円ないみたいなになったらもうめちゃめちゃタイムロスになるので先に用意しておいてくださいっちゅうことですね。ちなみにロッカーの大きさはこんな感じでございます。結構入るね。入る、めっちゃ入る。100円は？で、100円入れます。ちなみに100円は返ってきます。で現在ね8時10分になるんですけど、まだスーパーニンテンドーワールドは整理券に移行してないです。フリー入場の段階になりますね。なので、まあ、こういったように列を待ちながら携帯で都度チェックするっていうのが結構大事になってきます。なんか今ね朝一は写真撮らない対応してるみたいなんですけど、撮りたい人は、出た後に写真撮りたいんですけどってスタッフさんに言ったら撮ってくれることが多いです。ブルーバックの前で撮りたいそうですか。あ、いいね。ちなみにですね開園して20分経ってますがまだフリー入場でございます。はい、はい、ライト、はい、現在オープンして25分になりますがまだフリー入場です。7分に入って現在ね25分なんで20分弱ぐらいしか経ってないですね。で XR ライドとかスペハンってねこっからアトラクションが始まるっていう扱いになるので50分待ち表記あったんですけど20分も待ってないという状況になります。なので、まあ、朝一はほんまに走らなくて大丈夫です。メイドの土産、はい。で、ちなみに並び始め7分で出てきたのが45分でした。で、出てきた頃にはですね、フリー入場からこのように整理券対応になっておりましたので、はい、ここで整理券を取りたいと思います。何時ぐらいなのね。あ、で、このように、うん、さっきのね、ここを押すと、みんなの分が出てきた。使用できませんっていうのがこの状態になりました。はい、全部チェック入れて、次。で、次へ押して、で、9時でいいや。うん。で、もう10分か取りましょう。はい、整理券取得する。はい、で、取得したチケット表示でいいや。はい、で、スーパーニンテンドーワールドを押して、で、ここでスクショ取って、はい、スクショ取って、で、OK です。 OK です。はい、もうこれでもうスーパーニンテンドーワールドがもう確約されました。もうないです。はい、10分やって。うん、今回は、進撃の巨人からスーパーニンテンドーワールドに行く道、最短距離で行ったら何分かかるんかっていうのも計測したいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、ツーゴー。はい、でね、もう今出てきたんですが、出てきた頃には200分待ちになってます。行きましょう。
進撃の巨人の前からスーパーニンテンドーワールドの入り口までだいたい7分弱で来れました。なのでそういうのも加味した上で整理券を取ってみるのも一つの手かもしれないですね。ただいまね8時57分になるんですが、今、9時10分の整理券を持っている方入れますっていうアナウンスがされてます。まあ、結構ね10分前アナウンスっていうのが多いんで、それも覚えておいていただければと思います。はい、ここでさっき取ったね整理券を見せました。4人分入ってますね。はい、1台に、入場券をまとめておくとこの時に出す整理券は1枚で済むのでっていう感じでございますね。楽です。Here we go。8時ちょうどにオープンして、はい、9時現在5分になります。9時5分になりますね。なんでオープンしてから約1時間5分後にはスーパーニンテンドーワールドに入れたっていうような流れでございます。でちなみに現在はですね9時5分になるんですが95分待ちになっておりますね。なので、まあ、ここからマリオカート乗るもよし、ヨシアドベンチャー乗るもよし、パワーアップバンドやるもよし、ミノピオカフェに行くもよしっていう感じでございます。ここからもね皆様の自由に行動していただければと思います。正直ね今のユニバって、スーパーニンテンドーワールドの時間と進撃の巨人が重要になってきて、それ以外はねほとんどあんまり変わんないんですよね。もちろん人気アトラクションっていうのはあるんですけど、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場の時間っていうのが結構鍵になってくるので、今回の動画を撮らせていただきました。はい、参考になれば幸いでございます。今日は4月の10日日曜日に撮影してるんですけど、もちろんねゴールデンウィークになったらもっと混むと思いますし、まあ、日によって変わるっていうのだけ覚えておいてください。例えばね今日8時にオープンしたんですけど、ゴールデンウィークだったらおそらく7時台には必ずオープンすると思いますし、進撃に並んでる間にスーパーニンテンドーワールドは整理券にほとんどの確率で移行するかと思いますので、それも結構ね毎週月曜日混雑状況出させていただいておりますので、それを参考に朝一動いていただければと思います。以上。はい、はい、では本日の動画が参考になったと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。せーの。